フランツ・フォン・スッペは、オーストリアの作曲家。オペレッタとその助曲で有名。ウィンガ・オペレッタの父と呼ばれることもある。指揮者や歌手としても活動した。ズッペの表記も多い。本名はイタリア語風のフランチェスコ・エゼキエーレ、エルメネージルド・スッペ・デ・メッリ、カバリエーレは、イタリア語で、騎士階級のことと言った。ウィーン在住中に使命をドイツ語風に簡略化し、さらに、 カバリエレに変えて、本を用いるようになった。このため、ドイツ語圏以外の地域では、フランチェスコスッペ・デメリーの呼び名も見られる。スッペは、標準ドイツ語では、ズペー、ズッペと読まれるが、オーストリアドイツ語では、スペー、スッペと読む。ウィーン中央墓地にあるスッペの墓18世紀に、ダルマチア地方スプリトに移住した、ベルギー系貴族の家庭に生まれる。遠籍に、 ガエターのドニゼッティがいる。幼年期に音楽の手ほどきを受けて作曲を試みる。10代の時クレモナでフルートと火星法を学ぶ。現存する最初の作品は1832年に地元のフランシスコ会の教会で初演されたカトリック天礼のミサ曲である。パドバに移って邦楽を専攻する傍ら音楽の学習を続けた。 ウィーンに出て、イグナー・アッツ・フォンザイフリートと、晩年のフランツ・シューベルトや、アントン・ブルックナーの大砲の詩として巧妙な、ウィーン音楽院のジーモン・ゼヒターに入門した後、無報酬で、ヨーゼフ・シュタット劇場を指揮した。ヨーゼフ・シュタットや、レオポルト・シュタットのほか、アンデア・ウィーン劇場、バーデンカ劇場の公演のために、締めて100曲以上の作品を作曲した。晩年は、 ウィーンで過ごして、76歳で逝去した。墓は、ウィーン中央墓地にある。ジャック・オフフェンバックのオペレッタに触れ、ウィーンで初めてオペレッタを手掛けた。このことからスッペは、ウィンナ・オペレッタの父と呼ばれることもある。スッペのオペレッタのうち、ボッカチュオと、どんな不安にいたの2曲が、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場でも上演されたが、レパートリーに定着することはできなかった。 しかしヨーロッパでは一定の頻度で上演が続いており、ウィーンフォルクス・オーパーやモスクワ・アカデミー・カ劇場が来日公演で取り上げたこともある。ちなみに、生涯イタリアオペラに徹し、ドイツものはほとんど歌わなかった大歌手、マリア・カラスのデビュー演目は、ボッカチオであった。日本では、大正時代に浅草オペラの台頭によって、スッペのオペレッタが紹介され、とりわけ。 ボッカチオの、アリエッタ、恋は優しのべの花よが、タイや力造の愛称家として普及された。ベアトリーチェは、ベアトリ姉ちゃんとタイトルを変え、榎本健一の歌でヒットした。スッペは30曲のオペレッタのほか、バレエ音楽など、多数の舞台音楽を作曲した。それらの大部分が忘却に追いやられている中で、景気編や、詩人と農夫の助曲が、映画やアニメーション、 コマーシャルなどの音楽に転用され、ポップスのコンサートで演奏されている。これらは、ヨハン・シュトラウス2世などに比べ起伏を大きくとって、豪快にオーケストラを鳴らす傾向があり、いわゆる、爆炎や、爆速を楽しむのに適した曲が多い。そのせいかカラヤン、ショルティスイートナーといった重厚頂大系のレパートリーを得意とする大指揮者が好んで、スッペジョ曲集を、 アルバム化している。郷里のダルマチアとの縁を守り続け、時々、スプリットなどを訪れた。作品のいくつかは、ダルマチアに、ゆかりがあり、とりわけオペラ、スイフの帰国は、フバルシ島で起こった事件に基づいている。指揮活動を引退してからもスッペは、オペラの作曲を続けたが、作曲の焦点を宗教音楽に切り替えた。レクイエムや三つのミサ曲、 公共曲、演奏会用助曲、歌曲を作曲した。オペレッタ、スペードの女王を送付。ありがとうございます。